だからまっすぐまっすぐもっとまっすぐ生きて、恥ずかしそうにしてるお前が好きだ。だからまっすぐまっすぐもっとまっすぐ生きて、寂しさに涙するのはお前だけじゃねえ。はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。名古屋のおっとり屋ギターでございます。いつもおっとり屋チャンネルご覧いただきありがとうございます。本日もですね、素晴らしいギターご紹介させていただきます。本日ご紹介させていただくのはこちらでございます。じゃじゃん、ということでヤマハ LA27 というモデルになります。はい、このヤマハの LA というのはですね、現在は生産されていない大変貴重なモデルでございまして、今でも大変人気があるモデルでございます。はい、その昔ですね、憧れのアーティストの方々がですね、使用されておりまして、その中でもですね、長渕剛さんもご使用されておりました。まあ、長渕剛さんは LA57 というですね、この LA モデルの中でも最高峰モデルを使用されてたんですけども、まあオープニングでですね、長渕剛さんの曲をちょっと歌わせていただきました。ありがとうございます。はい、ということで、こちらの LA27 のですね、おすすめするポイント3つに絞ってですね、ご説明をさせていただきたいと思います。まず1つ目なんですけども、スペックとコンディション、そして2つ目サウンド、そして3つ目に希少性でございます。はい、ということで、まずですね、このスペックとコンディションからですね、ご説明をさせていただきます。はい、こちらのですね、 LA27 のスペックなんですけども、トップがスプルース、そしてサイドバックがパリサンドル、まあローズウッドになりますね、のオール単板です。そしてネックの方マホガニーで、指板とブリッジの方はエボニーとなっております。もう高級仕様となっておりますね。はい、そしてこのボディサイズに注目でございます。やっぱこの LA はですね、このドレッドノートのサイズより一回りほど小さいサイズになっております。そしてこの厚みの方もですね、若干薄めになっておりますので、この日本人の体型に合わせた設計ということで、大変人気がある理由の一つでもございます。はい、そしてですね、こちらペグに注目なんですけども、これは前のですね、オーナー様によってこの5等のですね、510というペグに交換されてるんですね。実はこの5等の510、あのテリーズテリーで標準で装備されているですね、非常にこの精度が高くてですね、この見た目もゴージャスなペグなんですね。もうそれが装着されておりますので、非常にこの高級感がある仕様にもなっております。はい、ではですね、こちらのギターのコンディションをご説明させていただきますと、実はですね、こちらの LA27、あの巷で有名なオットリーヤフルチューンをですね、施しております。はい、ではですね、このオットリーヤフルチューンの内容をご説明させていただきます。まず一つ目なんですけども、このナットをですね、良質な牛骨にですね、交換させていただいております。はい、しっかりと目の詰まった牛骨でございます。はい、そしてこのサドルですね、このサドルも良質な牛骨製で交換させていただいておりまして、なおかつこのピッチ調整も施されております。はい、そして3つ目なんですけども、このフレットですね、こちらの方を全てリフレットさせていただいております。はい、もうそれによってですね、演奏性はもちろんなんですけども、サウンドも素晴らしいサウンドが出ております。まあ、サウンドは後ほどご紹介させていただきますので、楽しみにお待ちください。はい、あとですね、そのコンディションなんですけども、このヤマハ特有ですね、このサイドとバックにですね、この白濁というのがですね、若干見受けられます。まあ、白くなっていますよね。はい、ただですね、このトップ面っていうのはほとんどそういった白濁っていうのは出ておりませんので、気にされない方であれば
こちらのギターはすごくいいと思いますね。はい、あと、まあ、こちらにですね、若干ちょっと米粒大の打痕が1箇所あります。あとはですね、大きなダメージというのはほとんどございませんので、まあ、製造から30年ぐらい経ってる個体にしてはですね、まあ、良質なユーズドじゃないかなと思います。はい、あとですね、まあ、フルチューン済みということでネックのコンディションは抜群にいいですし、フレットはもう 100% 残っております。もう演奏性にも優れておりますので、もう末永くですね、安心してお使いいただけるギターじゃないかなと思います。はい、ではですね、おすすめするポイント2つ目でございます。サウンドでございます。はい、まあ、先ほどもお伝えしましたけども、このオットリーやフルチューン済みということで、この LA27 のですね、ポテンシャルをさらにアップさせていただいております。はい、やはりこのリフレットをして、このナットサドル、まあ、ギターの要ともいえる部位ですね、こちらをしっかりと交換させていただいていることによって、この一音一音のですね、音の粒というのがはっきり出るようになっておりまして、この低音から中高音しっかりとそれぞれ出ております。なおかつですね、この薄いボディで、まあ、小さめなボディなんですけども、音量がしっかりと出るようになりましたので、ぜひですね、聴いていただければと思います。はい、弦の方はフォスパーブロンズのライトを使用しております。はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。まずこの低音ですね、もうしっかりとですね、このヤマハらしいと申しましょうか、この太くですね、この重厚感がある、またきらびやかなツヤ感があるこの深い低音、しっかりとですね、このお腹にビンビコビンビコ伝わってきます。ネックまでジーンと響いてくれますね。そしてこの中高音、いかがですか、このいつまでも鳴り止まないサスティン。きらびやかな音色っていうのが出ておりますね。
といった感じでしっかりとなっていると思います、はい、ではですね、次は指弾きで弾いてみます。この1音1音、綺麗なアルペジオしっかりと出てくれますね。またこのボディがですね、薄いということもありまして、この音の跳ね返しっていうのはですね、非常にいいです。このレスポンスがいいので、このパーンと軽く鳴らしただけでも前にバーンと出るといったのが非常に弾きやすい、そんなギターじゃないかなと思います。はい、もうピックを使ったコードストローク、そしてこの指弾きまでオールマイティにですね、お使いいただける、そんなギターじゃないかなと思います。はい、ではですね、おすすめするポイント3つ目でございます。希少性です。はい、まあ一番最初にもお伝えしますけども、この LA27、まあ、この LA シリーズ、現在はですね、生産されておりませんので、まあ中古市場にはポツポツは出てくるんですけども、なかなかこれだけ状態のいい、このサウンドがいい LA27 っていうのはなかなか出てこないかもしれませんので、ぜひですね、お探しだった方はこれを機会にご検討していただきたいなと思います。まあ、先ほども言いましたけども、このオットリーやフルチューン済みが施されておりますので、これはかなりお買い得な一本じゃないかなと思いますので、ぜひお探しだった方はご検討ください。はい、こちらのですね、ギターの詳細につきましては、この欄外にですね、 J ギターのページのリンクの方が貼ってありますので、ぜひそちらの方からですね、ご確認の方をお願いいたします。はい、ということで本日は1988年製ヤマハ LA27 をご紹介させていただきました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。おっとりやギターでした。チャンネル登録、 LINE アットのご登録、いいねの高評価ボタンもポチッとお願いします。はい、ということでおっとりやギターでした。ありがとうございました。また会いましょう。